じゃじゃん、パナソニックのモバイルバッテリー QEPL302 というものですね。こちら以前にも黒いものを買いましたけどもね、また新たに買いましたよ。なぜか実はですね、ちょっと前にブログのネタとして書いたんですけども、こちらのバッテリーからですね、このソニーのデジカメが給電できると、給電、充電ではなく給電ができると。どういうことかと言いますと、今バッテリーとデジカメがUSB ケーブルによって接続されておりますね。ではこのバッテリーのボタンをポチッと押して電気を流し始めます。でデジカメの方はですね、これね、バッテリーを抜いてしまいますね。バッテリーを抜きますよ。はい、バッテリー抜きました。でね、繋がってる状態ですね今ね。これで電源ボタンをポチッと、はい、起動しましたよ。カメラがちゃんと起動しました。今試したのはね、ソニーの RX100M3 という機種ですけども、今度はね RX100M2 という機種でもね同じことをやってみましょう。バッテリー抜きます。それからですね、 USB ケーブルをこちらにつなげますね。はいはい、つないだ状態です。これで電源ボタンを入れてみましょう。はい、起動しましたね。ね、ちゃんと起動しています。レンズスタイルカメラ QX100、 こちらもバッテリーを抜きまして、はい、バッテリー抜きました。で USB どこだ、これ USB は、あ、ここだ、ここに多分、はい、ここに USB 端子があるんですけども、これをプスッと挿しまして、はい、つなぎましたよ。つなぎました。で電源ボタンオン、あれ、電源ボタンオン、おー、起動した、起動した、よかった。はい、これで使うことができますね。公式にはモバイルバッテリーで動くと書いてないですけども、一応ね、このコンパクトデジカメ、ソニーのコンパクトデジカメの類が動くと。でそのことを Facebook に書きましたところ、他のメーカーのね、いろんなバッテリーとかで試された方がいらっしゃるんですけども、どうもね、これだけみたいです。ソニーのコンパクトデジカメにはパナソニックのパナブーがね、なぜか相性がいいと。皆さんもいろんなコンパクトデジカメ、それからね、モバイルバッテリーお持ちかと思いますけどもね、まあ、ひょっとしたら動く組み合わせっていろいろあると思うんでね、まあ、故障しない程度にね、自己責任でね、試してみると、意外にこれはね、お役立ちかもしれませんね。はい。